はい、皆さんこんにちは、ゆうきです。ちょっとね、質問来てたんで、それについてね、お話ししたいと思います。今日ね、バイクの話なんですけど、 RZ50 の、ハンドル、セパハンと、アップハンドル、どっちにしようか迷ってるっていう質問だったかな。それで、アップハンドルって、腕疲れますかっていうコメントが来てましたね。僕のね、RZ の、ハンドルってここなんですよね。ハンドルのグリップがここに来るんですよ。なのでちょっと信号待ちの時に、やりますけど、まあここら辺に来るんですよね。ハンドルがこう来て、こうなってここら辺に来るんですよ。で、セパハンっていうのは前かがみになるんですよね。こういう前傾姿勢になると思うんですよ。で、まあアップハン、その方はね、アップハン疲れますかみたいな言ってましたけど、まあRZ50 って原付の中ではね、大きい方だと思うんですよね。それで、まあ僕はアップハンで、あれは高さがね25センチぐらいあるアップハンドルなんですけど、それを絞ってる状態なんですよね。絞るっていうのはこう開いてるのがこうで、絞るがこうで、絞ってる状態なんですけど、その絞ってる状態で、僕のハンドルは25センチ、高さが25センチぐらいで、手前に倒してる状態なんで、ここら辺に来るわけですよ、ハンドルが。ここら辺に来るってことは、この肘が脇腹にこうついてる状態、ついてる状態だけどこう切れないんですよね。切れない。何年もねバイクに乗ってて思うのが、バイクってこう肘をちょっと曲がってる状態ぐらいが一番運転しやすいなって思います。なんでかっていうと、こう手をこう伸ばすじゃないですか。まあ伸ばしきってる状態だと曲げることができますよね。曲げることができるんですけど、例えば伸ばしきってる状態だとちょっとこう遠くになっちゃって、逆に運転はしづらいと思うんですよね、伸ばしきってる状態だと。ただ、伸ばしきる手前ぐらい、なのでこれが伸ばしきってる状態だとしたら、ちょっと曲げるぐらい、ちょっと曲げるぐらい、肘が曲がるぐらいの状態の位置、ハンドルの位置が、運転しやすい位置なのかなって思います。どういうことかというと、肘がちょっと曲がってると伸ばすこともできるし、手前に曲げることもできるんで、この動作ができるんですよね、運転してる時に。なので僕の RZ50 のハンドルは、肘がここに来る状態なんで、やっぱり、小回りをする時がちょっと大変なのかなっていうのはありますね。セパハンとかだと多分こう伸ばしきると思うんですよ。伸ばしきるし、あとちょっと低いですよね、セパハンって。なので、アップハンドル高さ10センチぐらいにして、伸ばしきるんじゃなくて、ちょっと曲がってる状態。ちょっと曲がってる状態だとこうできるのかなって思いますね。その状態がベスト、一番運転しやすいような気がします。僕の経験上です。なので、まあ、一言で言うと、僕が、乗ってる RZ50 の絞りハンドル、アップハンの絞りは、まあ、こういう状態なんで、運転しづらい瞬間があるっていう感じですね。たまにですけど。ただやっぱり、僕みたいに、こう、セパハンとか、まあ、バーハンとかでもそうなんですけど、前傾姿勢にこうなるときってあるじゃないですか、こう。前傾姿勢になるときって、やっぱ僕はきついんですよね。なので、前傾姿勢になるのが嫌だっていう人は、アップハンドルにして、アップハンドルにすると、ハンドルが手前に来るんで、ちょっとだけ。なので、こうではないんですよ。ちょっとこう手前に来るんで、その分、こうグッてこらえられるんで、上半身をこう起こすことができるのかなって思います。で、伸ばしきってるんじゃなくて、ちょっと曲がるぐらいで、ベストな位置を探してみてはいかがでしょうか。僕がつけてるハンドルで
デメリットがハンドルがね、あのハンドルをこう倒しすぎちゃうとここに来ますよね、ハンドルが。それをね、まあ、左に切ったり右に切ったりするとこのグリップの部分、持つ部分がタンクに当たるんですよ、低すぎちゃうと。なので、あんまり低くしすぎちゃうとこうハンドルをこう切った時にタンクにゴンって当たるんで、それがまあアップハンドルのデメリットなのかなとは思いますけど、まあハンドルがタンクに当たるぐらいまでまあ下げないとは思うんで、まあまあなかなかねタンクに当たることはないと思うんですけど、僕が前大きいバイクに乗ってた時にあのハンドルをね結構手前の方に持ってきてたんですけど、その時ねコンって当たったことがあったんで、まあそういう風に当たったりすると、まあ、事故になりかねないのかなとも思うので、まあやりすぎない程度がいいんじゃないですかね。アップハンドルも絞りすぎちゃうとちょっとまた運転しづらいだろうし、僕が中学生とかにやってた鬼ハンっていうのがあるんですけど、鬼ハンっていうのは自転車で、自転車のハンドルってこうじゃないですか、こうやって持ってそれを前に倒すんですよね、こういう感じになるんですよね、こうじゃなくてこうなるんですよ、でブレーキここなんですよね。でそれもやっぱねちょっと運転しづらいので、湘南爆走族のあの人がやってましたね、ここの茶色い髪の誰だっけ、あのイケメンナンバー2みたいなやつですね、そいつがあの鬼ハンにしてましたね、こうやってあの風防をつけて、まああれは運転しづらいと思います。僕は身長低いんで、あのできるだけ手前にねハンドル持ってきたいんですけど、身長高い人からするとあんまり手前にハンドルを持ってきちゃうと逆にさっき言ったみたいに肘と脇腹がくっついちゃって運転しづらいっていうのがあるんで、自分の身長と腕の長さと足のつき具合とそれを踏まえた上でハンドルの位置を調整した方がいいのかなと思いますね。そんな感じで参考にしてみてください。ありがとうございました。